DeNA は関根大輝29をスタメンで使わないなら放出するべきじゃね。1ヶ月だけ確変するイメージ。ブー関根これ徘徊時スタメンで使っていないのではなく代打の切り札なのだと考えられる。左打ちの外野手として筒香とワタライが入ってきたはリクってる感じか。守備固め要因大丈夫だ。現役ドラフトがあるからな。ざわざわ、そろそろ監督の情報開示請求されるんじゃないか。西武行ったらレギュラーじゃね。徘徊時さすがにこのスレは開示されるわ。ライン考えろよ。言うてもともと守備キャラちゃうかった。守備と走塁いいならスタメンじゃなくても出番結構あるし、ええんちゃう。去年規定打席多数エース出場って多分みんな忘れてそう。この打率じゃスタメンは厳しい。雑音に左右されてるんちゃう。左のアヘタン欲しい球団ないだろ。この手の選手ってどこの球団にもおるから補強する必要ないねん。関根の年俸じゃゲンドラ対象外よ。関根の年俸6100万だが5000万以上の選手でも1人までなら出品可能だから政府や複数年契約でもないっぽいし、関根は対象選手にできる FA 持ちなら無理だけど、まあスタメン張れるほどではないけど、じゃあ出すかって言われたら出さんやろ。ご視聴ありがとうございました。